皆さんこんにちは、コバショウです。ゆうきです。菅野です。原田です。はい、今日原田くんちょっと外側からなんですけれども、はい、今日の企画はまあ、いろいろ受験直前期ということで僕らもねちょっとは勉強をしようということでですね、はい、こちら あの入試漢字マスター1800という参考書問題集を使って、うん、まあ、僕らの漢字テストをね、うん、しようという普段のクイズよりもかなり現実的なクイズというか練習ということで、はい、まあ、受験生の方あまり見てないとは思うんですけれども、うん、まあ、一緒にねいろんな見てくださる方も、回答してくださればと思います。まあ、正直ですね、はい、漢字に関してはまあ伊藤くんがですね漢字弱いんですよ。いやただこれ僕、うん、高校生の時使ってたんですよっていう説がある。はい、はい、だから学校の小テストで朝月曜日とかやってた気が。あ、そういうことで、じゃあ伊藤くん有利だな、はい、ということで、そうですね、まあ、できなきゃなと。はい、だからね今やっぱまあ僕もそうですけど書くことがね、うん、減ってます。パソコンとかスマホなんで、まあ、なのでちょっと自信ないですけど頑張ってやってみたいと思います。はい、で今日は出題者ということで原田くんに画面外から出題をしてもらおうと思いますので、はい、じゃあ原田くんよろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあ早速参ります。はい、一応ね書いて早押しみたいな出すって感じですよね。書いて早押しみたいな。はい、はい、いきます。はい、まず読みますね。はい、感情の振幅が激しい人との付き合いは難しいの振幅をお願いいたします。はい、はい、振幅、あ、正解ですね。はい、触れるに幅、はい、振幅。ちょっと映ってるかな。え、僕も行きましたよ。いや、俺でしょ。俺ですよ。いや、まあ俺でしょ。したらいいよ。はい、イエーイということで、小林さんに、はい、1ポイント。1ポイント。はい、こんな感じでやっていこうと思います。こんな感じで、はい、やっていきます。はいはい、早くね、そうですね、得ですからね。そうですね。はい、文章で読まれるのでどこが漢字かを予測しながら読むのも書くのも大事ですからね。そうですね、うん、これは難しいですね。いきます。内容は良いが精巧さの抜けない文章だの精巧を行う。はい、はい、あ、くっそ早いな、お二人とも。はい、どっちから。早く上げたの、どっち。菅野くんだった。菅野くん、はい、はい、これですか。精巧、違います。それは何字書いたの。それは、あ、数字。あ、それ違うね。それ違いますね。はい、井戸くん、一緒でした。一緒でした一緒かい。それは精巧さでしょ。そうですね、内容は良いが精巧さの抜けない文章だ。精巧さの抜けない、垢抜けないってことですか。そうですね、表現が未熟で硬いという意味です。ですよね、はい、未熟で硬い。ヒント、ヒント、うん、先ほど精巧って書いていただいたんですけども、全く2つとも違いますね。全然違う。はい、精密の精でもありません。精だけ分かったかも。おお、見せないどういうヒントになるだけや。違います。しかも違うでしょ。しかも違いますね。はい、じゃあちょっと詰まっちゃってるからヒントください。そうですね、先ほど僕が言ったんですけど、表現が未熟で硬い、これがヒントです。はいはいはい、未熟で硬い、これが成功。未熟で硬い、硬いっていう字をまずは考えていただいて。書けた書けた。わかった。硬いっていう字分かります。はい、じゃあ、はい、手挙げて。え、けどこれ性分かんないですもん。性性って性、性未熟って意味。まあそうですね、未熟っていうか何でしょうね。じゃあそろそろ時間切れです。はい、ということで、こうはそちらです、合ってます。え、はい、こちらの公式野球のこう、はい、これなんですけども、性っていう字が生きるっていう字ですね。生物の性です。こう、はい、これで表現が未熟で硬いっていう意味の成功という意味になります。これね、はい、生きるに硬い。これ結構難しいんじゃないかな。むずいね。はい、ちょっとこれ全員ダメでした。はい、2問目にして全員死亡しました。はい、じゃあ3問目いきましょう。次いきます。3問目、カントは規則正しく生活し深い詩弁を繰り広げたの詩弁をお願いします。詩弁、いいですか。お、どうぞ。すごっ。これですか。あー、惜しい。違います。わかった、わかった、わかった。してこうや。全然違いますよ。どう違いますよ。弁は合ってます、お二人とも。いや、それはわかんない、俺も。詩弁の詩が分かんない。詩弁です。詩弁を繰り広げた。はい。どんな字書いてたの。私です。ああ。待って、この字じゃないな。詩弁を繰り広げた。詩弁、いや、弁はわかんない、俺も。詩弁の詩はなんだ。詩弁の詩。やってた。おお、正解です。これで詩弁です。すごい。考えるってことですよね。そうです。注目ミスということです。はい。これですね。詩弁と読みます。はい。ということで、1ポイント。1ポイント、1ポイント、0ポイント。はい。
まだありますちょっとむずいね。もうちょっと簡単にしますか。1ポイントで調子乗って、はい、1ポイントで調子乗られても困るんですけど、はいはいはい、次行きましょう。じゃあ次行きます。行きます。はい。党首の演説で大衆は扇動された。ああ、それ全然読めるけど書けないやつだ。伊藤くんの生きるは当てにならないんですけど、まあ、とりあえず今伊藤くんの一番筆が進んでるので。いや、なんか違う。どうぞ。おお、合ってます。え、正解です。嘘。扇動ですね。うわ、そうだそうだ。よくわかりましたね。そうか。なんか、え、かしこまってます。かしこまってます。これやってたっていう効果がやっぱちゃんと出てるんじゃないですか。出てるね。よく覚えてましたね。うん。今じゃあ、伊藤くんが2ポイントです。2ポイントで、かしこまりました。はい、じゃあ次いきます。上層教育の充実を求める意見が相次いだ。はい。はい、どうぞ。はい。はい。あ、正解です。上層ですね。そちらで上層。操るでよかったんだっけ。そうです。操るで合ってます。よし。情報の情に操る。惜しかったですね。いや、惜しくないやん。なんか女編の謎が。見せてください。え、なんだそれは。え、なんか低層観念とかってこんな字使いません？ちょっとわかんない。ちょっとわかんないけども、まあ、まあ、惜しいっちゃ惜しかったですね。まあね。今じゃあ小林さん2ポイント、伊藤くん2ポイント、菅野くんが0です。おー、頑張ってください。菅野くん頑張ろう。じゃあ続いてまいります。ちょっと違うと思うんだけど。いけてはない。仮に俺より早くてもあれは間違いだから。いきます、はい。たまには需要になるものを食べた方がいい。あ、頑張れ菅野くん。はい。お、どうぞ。ん、なん、ん、用がちょっと怪しいな。しかも字も違うんですよ。はい。ってことで残念。はい。需要、正解ですね。そちらです。注意してください。はい。伊藤くんは磁石の字だったから、うん、さっきの。そう、ね、そう、これ書きたかったけど、本当は。いやいや、石書いたでしょ。どういうこと、はい、滋賀の石やなと思ってた。ああ、なるほど。うん、滋賀の石、石ではありません。はい、じゃあ次。はい、3ですか。3ポイント。はい。おお。どんな効果も流通している間に摩滅する。いや、いけるこれ。行きたい。はい。はい、小林さん。マメツ、正解です。マメツです。うわぁ、伊藤くんはどんなの書こうとした。いや、摩擦っていう字に、はい、滅亡って書こうとした。あ、一緒一緒です。あ、そうっす。だからちょっと時間差で負けました。あ、なるほどなるほど、はい、じゃあ続いてまいります。はい、今、小林さんが4ポイント強いですね。伊藤くんが2ポイントです。2ポイント、はい、なるほど。一応、教養ある社会人なので菅野くん頑張ってください。続いていきます。疲れのせいで動作が緩慢になる。あー、何も。伊藤くん筆進みますね。今日どうしたの、勉強してきたんですか。いや、いけるいける、いったい。分かった分かった分かった。いや、ちょっ漫画、ちょっと、はい、出て。はい、はい、どうぞ。看板、正解です。伊藤くんやられてますね。いや、いや、行こうと思ってた。伊藤と途中までかけてますか。いや、漫画多分間違えた。ほら、また3点から入っちゃってんじゃん。あー、なるほどなるほど。いやーし、もうこれもうなんか一人勝ちみたいになってますね。一人勝ちみたいになってますね。はい、頑張れ。菅野くんに関してはこの消すやつすら使ってた、うん、じゃあそろそろあと2問ぐらいしますか。あと2問ぐらいで、かしこまりました、はい、いきます。これいこう。言われのない別紙を跳ねのける。いや、わかるな、わかるんだけど。言われのない別紙、読めるけど書けない系だと。そうそう、読めるけど書けない系。絶対読めるんだよ、別紙。別紙です。あ、ちょっとやべ、ペンが。なんか、悪口みたいな。そうですね、感じよね。そうですね。別紙、別紙なんで口ではないんですけど。別くそ、かけねえ。あ、わかんない、別わかんない。詩は、わかった、ごめん。詩はわかった。それじゃないよ。違うらしい。それじゃないよ。ちょ、見せてください。舌っていう字書いてました。あ、違います。あ、こんな。そうそうそう。ベッシュの詩は見るだよ。そうですね、見るです。でも全然わかんないです。ベッシュ。ベッシュがね、いや、昔書けたな、これ。え、お、お、え、いや、わかんないですけど。あ、わかんないんかい。わかんないんかい。え、多分やけど、軽蔑の別じゃない。そうです、軽蔑の別。そうだ、そうだ、わかった。なんだけど、見たことない。お、今ので、菅野くんの筆が。おい、マジか、マジか。
行く、行け行け行け。あれでも死って死はもうさっき言った見る、見る、おー、合ってるよ。おん、なんか違うんですか。え、合ってる、待って待って待って、別が列がちょっと微妙なの、もう一回見せてください。ここつながってます。あ、ここつながってる。OK です。正解です。じゃあ、受験生見てるかもしれないんで、皆さん綺麗に書いてください。そうね、やっと1ポイント。はい、軽蔑の列ですね。はい、よかったです。じゃあ、これをでラストにしましょうか。はい、はい。はい、ラストです。これは、多分、うん、あれですね。早押しみたいな感じじゃないの。いきます。路傍に咲く菜の花の美しさに目を留める。はい。お、はい。そんな早く書ける？汚ねえな。ロボの棒が合ってるかな、これちゃんと。人間に。うん。傍らっていう。ああ、まあ、合ってますね。正解です。伊藤君正解です。綺麗に書いたの小林さんが書いてくれてるんで。これです。ちゃんと皆さん、こっちまあね、ロボといったらロボの石という小説がございますので。はい、じゃあ伊藤くんが3点です。じゃあ1ポイント、3ポイント、5ポイント。年齢の差ぐらいですね。まあそうですね、やっぱりね。まあまあお二人よりは長く生きてますから。そうですね、漢字もね、よく知っててもおかしくないかなと思いますが。まあただちょっと別紙とかいくつか悔しいのも僕もあったし、まあ二人もちょっとね、そうですね、知らなきゃいけないのもあると思うので。皆さんは多分今日出たのはどうだろうな、成功かな。2個目の成功以外は受験生ならやっぱ書けないといけないと、どの口が言ってるかって話だけど、思いますので、ぜひ頑張っていただければと思います。またね、こういったクイズ企画やっていきますので、やってほしいテーマなどあれば、コメント欄にリクエストください。というわけで、本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。